はい、始まりました D4 の YouTube キッチン。今日もよろしくお願いいたします。今日はね、あの名作アニメの人気パン、ラピュタパン作っていきます。もうあれね、美味しそうですよね。あのラピュタの中で食べてるシータと誰やったっけ、パズーとシータパズーとシータ食べてるやつ、あれもうみんな知ってますよね。あれうまそうなんでね、あれを再現してみたいなと思います。いきましょう。で、ラピュタトーストのセールスポイント、やっぱりなんといっても目玉焼きなんですけど、卵がちょうどね、目玉の黄身のところがですね、真ん中に来てないとね、あれ美しくないと思うんで、それが今日のポイントかなと思います。やり方教えちゃうんで、ぜひチェックしてください。いきましょう。食材はこちら。はい、食材いきましょう。こちらでございます。当然食パン、前回焼き上げたパンでございます。それともちろん卵で、マヨネーズに、アニメの中ではチーズ使ってないけどね、これまあちょっとアレンジしてチーズ入れていきます。で、胡椒でちょっと風味つけていきます。今日はこんな感じ。ではパン切っていきましょう。じゃあパン切っていきます。5枚切りの厚みぐらいでいきましょうかね。僕は分厚いパン好きなんですけど、まあ卵乗っけていくんでね、5枚切りぐらいの感じで、いきましょう。で、パンを切る時のポイントなんですけど、まあまっすぐね、包丁当てていただいて、左右にぶれないことだけ意識して、こうまっすぐまっすぐすることに意識して力抜いてください。包丁のね、栄養を持つ力は抜いてください。で、まっすぐすることだけ、あとは前後に引くだけね。包丁の重みで落としていく。そうするとまっすぐパン切れますんで、じゃあ行きましょう。ギコ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 、前後に動かす。で、力は抜いてください。包丁をまっすぐすることだけ意識集中させて、力は抜いて切っていきましょう。そうするとまっすぐ切れますんでね。では早速作っていきましょう。まずマヨネーズで、外壁作りましょう。で、真ん中にくぼみを作っていただいて、スプーンでね、軽く押さえると真ん中、卵ポケットってやつです。で、インチーズ、本ちゃんのやつではね、これチーズないとは思います。はい、では卵を割っていきます。では、綺麗な状態にしてくださいね。いきましょう。卵、黄身だけ取ります。こうすると綺麗にね、黄身だけ取れますんで、これを卵ポケットに落としていきます。残った白身をそろっとね、周りにかけていきましょう。周りにね、この胡椒、これカリカリっと振っていきましょう。はい、はい、ではこの状態でオーブントースターで焼いていきましょう。1000ワットで10分ぐらいいきましょうかね。卵の温度にもよります。卵が常温に戻ってれば早く焼けるし、卵が冷たい状態やったらなかなか火が入らない感じでございます。様子見ながらいきましょう。はい、では焼けてきました。1000ワットでね、だいたい10分ぐらい焼きました。黄身にね、火が入りすぎるようやったら途中でね、ホイールをかぶせて焼いたりねしてくださいね。こんな感じで半熟ぐらい、こんな感じがいいんじゃないかなと思います。お皿の方に移していきましょう。おっ、どうでしょうか、どうでしょうか、どうでございましょうか。はい、食べていきましょう。もうラピュタトーストね、もうこれそのまま食べた方が一番いいんでしょうけどね、撮影するために切っていきましょう。ニュート、こんな感じでどうでしょうか、どうでしょうかねえ。ラピュタバージョンでいくとね、彼らはそのまま行って目玉焼きだけまず最初に食べてますけれども、こうやって潰してどうですかね。
美味しそうじゃないですか。チーズ入ってるんで食べていきましょう。このね、真ん中のとこ行きましょう。たっぷりと、うー、おいしそう。湯気出てる、熱そう。いきます、いただきます。バルスうますぎて破壊の呪文を唱えてしまいました。うまい。あ、これはね、さすがに元気になります。美味しい。朝これ出てきたらもう最高ですよね。もう言うことないです。まあこんな感じでですね、ラピュタパンいかがだったでしょうか。食パンシリーズやっていってますけれども、次はカレーパンやっていきます。食パンでカレーパン、今日も最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録高評価いただけたらありがたく思います。じゃあまた次回のカレーパンでお会いしましょう。